主砲、阪神岡田監督。現役ドラフトの選手ほとんどわからん。12球団、24人のリストにもわからん選手の方が多かった。名前を聞いてもというのが正直な感想。自身は30年前、選手会の会長として FA 制導入を実現した。見識があるだけに、他チームに行った選手が一軍で活躍できればいいが、どうなのか。ちょっと疑問が出てくる、と見ていた。ドンデンは現役ドラフトに否定的でした。そらそうよ。正直すぎ。わからんの松岡、渡辺ぐらいやったけどな。もうご意見番やな。何でも言うやん。正直嫌な。全球団2人目パスしてる時点でやりたがってないのが、わかる。ぶっちゃけすぎやろ。そもそも久しぶりに監督するんだから知らんやろ。監督に聞いても他球団の2軍の選手なんてわからんわな。戦力揃えるのは編成の仕事や。さすがにお声ぐらいは知ってたでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。